の才能。成長しないって約束じゃん、冗談だらけでも出ししてよ。わかんない反省しそうで。自分すごく好きでしょ。私ですか。うん、うん、ねえ、4分の3好きです。4分の3。はい、75% ですね。70、あ、でも78ぐらい。78ぐらいですか、はい、今その75から78のその 3% は何でしょうか、ね、なんか75って少ないちょっと感じがして。少ないか、そこ、はい、ねえ、じゃあ何その残りのその 22%、25% っていうのは何がそう嫌いにさせる、自分。まだたくさんもっとできるとこが、うん、できる部分があるのにまだできてないからです。まだその今22でしたっけ、22年間自分のその素質であったり能力をまだ出し切ってないってとこが、うん、もっといろんなことしたいし、うん、たくさんもっとできると思うんで。でも今楽器もギターとピアノもやってらっしゃいますよね、うん、はい、一番どっちが好きなんですか、ね、ピアノとギターですか、うん、どっち好き。どっちも好きです。岡村悦幸さんに愛の才能っていうデビュー曲を書いてもらったんですが、はいはい、その時こうすごいかっこいいギターを弾いてらっしゃったんで、うん、これはちょっと真似してやんなきゃこの曲がこうかっこよくないなと思って、うんうん、でもう必死で練習したっていう感じです。やっぱかっこいいの好き。うん、岡村さんかっこよかったです。かっこよかった、はい、スタジオの中で、うん、こうもうアドリブなんです全部、うんうんうん、で最初に決まってるものとか全然ないみたいな感じで、うん、もうガチってこう録音して、うんうん、ジャガジャガジャガとかって歌ってて、うん、かっこいいな、この曲はこういう曲だなと思って、うん、ああそう、まあでも、まあ、そういうところでも影響じゃないですけども、うん、だから川本さんも多分ね、今曲作る段階でも詞を作る段階でも自由な感じがやっぱり、そうといやーって感じでしたよ。すごい勢いでした。もう作ってる時が、うん、部屋に入れないぐらい。へ、うん、あそ そう。じゃあ今後やっぱりギターですか。ギター、まあ、ギターだけってわけじゃないでしょうけども、ね、ピアノも、うんうん、ギターもすごい好きなんで、うん、ピアノとかでもちょっとできたらいいなって思ってるんですけど、うんうんうん、今ないんですうちにピアノはないから。そうだって。買った方がいいんじゃないの。そうなんです、だから、うん、どうにかしようと思って、うん、来年はもう絶対ピアノ買うっていう、うん、でもピアノ買うって言ったらそんぐらいのスペースも必要だもんね、うん、でも私貧乏なんでちょっとバイトしなきゃいけないかなと思って。バイト今忙しくなってきたでしょ。だからいや私もイメージとして、うん、あのこうテレビとかに出るようになって、うん、こうちょっと芸能人だし、うん、家のお風呂にはライオンがいて、うん、そっからお湯が出てるみたいななってると思った、そういう生活だと思ったんですけど、うんうん、全然普通のユニットバスなんですよ。だからピアノ買えないです。これからですよ。そう、うん、ちょっともうどうにか買ったら出します、ピアノの曲を。